越前本線列車衝突事故は2000年12月と2001年6月に2回続けて発生した京福電気鉄道越前本線の列車衝突事故である。同社が福井県内で鉄道路線を運行していた福井鉄道部が廃止され第三セクター鉄道として発足した越前鉄道に移管される原因となった重大事故である。この事故を受け 国土交通省は2002年、中小鉄道事業者に対し補助金を交付して、自動列車停止装置の整備を指示した。2000年12月17日13時30分頃、京福電機鉄道永平寺線の永平寺発東、古市行き登り列車が、ブレーキ破損により、分岐駅である終点の東古市駅に停車できず、棒を進むし、 越前本線の福井方面に分岐器を割り込んで侵入。越前本線の福井初勝山駅下り列車と正面衝突し、上り列車の運転士1名が死亡、両列車の乗客ら24名が重軽傷を負った。事故原因は、ブレーキを作動させるロットが、繰り返し行われてきた溶接による補修部分から破断したためであり、京福電気鉄道及び、 検査業務を請け負った JR 西日本テクノス、金沢支社の試行検査体制が問われた。ロットの部品交換と定期検査は、1997年10月、JR 西日本テクノス金沢支社が担当した。JR 西日本テクノスは、JR 西日本の連結市会社で、他社施設を含む、鉄道車両の整備を請け負う企業である。 交換した新しい部品は、京福電鉄が用意したもので、同志社は、鉄道営業法に基づく1997年の検査の際、破断したシュロットの両端にある特殊な形状の取り付け部を新品に交換したが、交換した部品にも破断箇所が含まれていた。同志社は、交換部品にも問題があることを想定していなかったとして、単焦検査などを行っていないことを認めた。 2000年12月27日、同志社は部品に問題がないか検査していなかったとして、業務上過失致死傷容疑で、福井県警捜査本部の家宅捜査を受けた。当該車両の車体は1958年製造の、ものであったが、下回りの台車は、当時の慶服が所有していた台車で最も古い1928年製造の、ものが流用されていた。 ブレーキ破損を起こしたモハ251型は1957年の車庫火災で被災した戦前製車両の走行機器を流用し日本車両製造で設計、製造した車体を組み合わせて作られた車両であった。また衝突されたモハ1101系の車体は阪神からの譲渡であるがオリジナル車両は標準機であるため狂気を採用していた。 京福電鉄福井市社管内では在来車両等の台車を流用した。この車両は車体床下,下に装着された1個のブレーキシリンダーからロットによって各台車にブレーキ力を伝達し各車輪のブレーキシューを車輪に押し付ける方式で古い車両に多く見られるものである。この方式ではブレーキロッドが接損すると手ブレーキを含むすべての車輪のブレーキが効かなくなるため 国土交通省はブレーキ系統の多重化等の対策を全国の鉄道事業者に指示した。これに伴い同じ構造のそれまで各社で胴体保存されてきた車両の運行が取りやめられた。ただしこれは基本的に炭鉱の場合の指示で2両編成以上の場合は1両のみの破損でのフェールセーフが確保されるためその後も使われている事例はある。京福電鉄は 事故以降から2両編成で a 平 a 時線での運行を再開した。この事故の直接原因ではないが事故当時に自動列車停止装置や安全側線が東古市駅に設置されていなかったことを指摘する論調が見られた。また台車も最新のもので1962年製造であったことが判明している。運転士の尽力 巡植ブレーキ故障後、当該列車の運転士は、鉄道無線で、ブレーキ故障、停止不能を連絡しつつ、乗客に車両後部へ避難し、空気抵抗を増して減速させるためできるだけ多くの窓を開けるように指示した。乗客には一人の死者も出なかったが、運転士は退避可能であったにもかかわらず、衝突する最後の瞬間まで、運転席に止まり殉職した。殉職した。 運転手の同僚からは、衝突時にちょっと後ろに逃げれば助かったのに、責任感の強い男だったので、それはできなかったのだろう。ああいう性格なので最後の最後まで頑張りすぎてしまった。残念でならないと語られた。運輸省鉄道保安局車両課は、列車自体のブレーキが効かず衝突し、運転士が殉職した事故は極めて稀なケースとした。 2001年6月24日18時ごろ、越前本線の安田駅発坂駅間で、勝山発福井駅の上り普通列車と福井発、勝山駅の下り急行列車が正面衝突し、乗員乗客25名が重軽傷を負った。事故原因は、本来は、発坂駅で対抗する急行列車とすれ違う、必要があったところを、 普通列車の運転士が信号を確認せずに発車したという人為的ミスであった。また、自動列車停止装置の未設置も問題となった。慶福では1970年代に赤字に伴う合理化で、有人駅が無人駅化されるとともに、タブレット閉塞が廃止され、自動信号化された。通行手形代わりのタブレットの手渡しも廃止されたが、 完全な自動閉塞や ATS 設置を伴わない不完全な移行であったため、事実上は運転士一人の注意力に頼らざるを得ない状態となっていた。1970年代から運転休止までは運転指令書や対向列車との確認のやり取りなどもあったが、事実上は信号確認のみに頼らざるを得ない運行を行っていた。2001年6月の事故について、 福井県警捜査本部の発表では、運転手の信号見落としが原因とされている。わずか2ヶ月の見習い期間中に乗務させたとして、問題となった。福井県警捜査本部は、同年11月20日、上り電車を運転していた、運転手を、業務上過失往来危険罪の容疑で逮捕した。一般的には、信号無視と ATS 未設置が、 主な事故要因との論調が報じられていたが、2001年6月25日放送の情報プレゼンター特だね。番組内で司会の小倉智明が ATS のない単線は原則としてタブレット交換すべきと発言したほか、一部マスメディアや鉄道専門誌などではタブレット交換廃止が原因とする論調も存在した。 半年の間に2回もの正面衝突を引き起こした事態を重く見た国土交通省途中部運輸局福井運輸支局は京福電機鉄道福井鉄道部に対し2回目の事故翌日の2001年6月25日から全線の運行停止とバス代行を命じた。また同年7月に安全確保に関する事業改善命令が出された。 しかし同社はこの事故の5年以上前から、福井鉄道部単独では、事業改善を行う原子も確保できない状態に陥っており、沿線住民に全線廃止を含む提案を繰り返し言っていた。事故理由の根幹には、この財政状態で、積極的な車両更新や信号系統改良などに、対する投資自体に関し、同社の鉄道事業全体の収支を考えても、 機関株主などの指示が得られない状態という現実があった。同社福井鉄道部では以前から合理化のため支線の廃止及びバス転換を行っていたが、1992年に越前本線の東古市勝山間と永平寺線の廃止、バス転換を表明したのが最初である。これに関しては地元市に全面広告も打ち出したこともあった。一方、 豪雪地帯であり積雪時のバス代行輸送に困難な事情がある当治ではその提案が受け入れられずむしろ高額な運賃が乗客減少の要因であるとする収入減少に対してトレードオフの関係を指摘する意見も強かったそのため従来から同社と沿線自治体との間で圧力が生じていたこのような中で事業改善命令が発せられても 内省二部上場会社である同社には、親会社である、京阪電気鉄道による、資金援助は期待できず、また鉄道営業を維持する改善費用の捻出や、改善姿勢や減資を、維持自体にすでに無理があった。そのため事業改善命令の負担に耐えられないとして、同社は、福井鉄道部の営業継続を断念した。しかし2001年の冬季になって、積雪時に、 鉄道輸送のない状態では、軽福バスが代行バスの運行を行おうとしても、鉄道輸送していた分に加え、自転車等での通勤、通学者が、当期に自家用車へ転換し、幹線道路の混雑と渋滞に拍車がかかった。そのためバスは大幅に遅延して、終日無ダイヤ状態に陥り、バスのみでは通学はおろかマイカー族の通勤ですら、困難になることが、明らかになった。 京福電気鉄道側としては、他社、他系列の中古車を投入して増車するなど、万全の対策を図った体制をとった。同じ福井県内を走る地方施設である福井鉄道では、問題が生じなかったことから、その際は顕著であった。このことは結果として、地域社会も巻き込んだ、積雪地における公共交通の一種の比較社会実験としてけうな、事例にもなった。 地域輸送を支えてきた鉄道の紅葉が、運行休止後の降雪、積雪時の代行バスを巻き込んだ道路交通麻痺という形で現れたことで、当時の報道の論調として、壮大な負の実験という表現まで現れ、経営上の黒字、赤字だけで測れない、鉄道存続の必要性を社会に示す結果となった。そこで、鉄道路線存続のため、第三セクターを設立し、 福井県と沿線市町村が出資する第3セクターの越前鉄道が路線を継承することとした。設備移住作業を行っていた京福越前本線の有形資産を中心として継承させ、従業員の引き継ぎはなく、一旦全線廃止という形式的処理を行った上で、越前鉄道勝山永平寺線として2003年7月20日に部分開業。 同年10月19日に全線開業した。乗客数が少なかった永平寺線は、それ以前にも一部の鉄道便をバス代行としていたことと、平行道路が整備されていた実績があったことから、休止のまま2002年10月21日に廃線となっており、大体の旅客輸送は軽複バスにより維持されている。映画、エ鉄物語私故郷に帰ってきました。では、 この事故が主題として扱われている。なお、慶福は、過去にも、1964年1月には、当時の倉間線で、正面衝突炎上事故を起こし、わずか7ヶ月後の同年8月には、越前本線初坂付近で降りる各列車が、貨物列車に追突する事故を起こしている。また、直営時代のバス部門でも、1985年10月に2階建て観光バスが、 中央自動車道でガードレールを突き破り、県道に転落する事故を起こし、乗客3人、死亡57人が重傷、運転していた乗務員がその場で自殺するという事故を起こしている。ありがとうございます。